久保さん、<laughs> 鼻の話やばいっすね。<laughs> いやー、キザな男ですね。<laughs> なかなか逆トラウマってなかなか新しいですね。<laughs> まあいいや。まあ、今回、念にしましょうか。常に心の中に多いと思う。うん、気,を気をつけること注意する。 ね念じるって,言ってるそう今心の中で思っているもの今心、うん、常にこう思ってることってことですね、うん、まあこれでも念じるって何かあんまり使わないじゃない仏教、うん、念じる念じる、うんね、念するあんま使わないですね、うん でもここ、心の中の中心って結構大事だと思うんですね。ビジネスをやる上での中心。まあ、これはん、億万長者合宿の本編でも言いましたけど、何のためにビジネスをやるのか、何のために金稼ぐのか、中心はどこなのかっていうところで。なんでこの億万長者合宿に参加したんですかいや、お客様のためですとかね。あの家族のためです。自分のためでしょうっていう。僕は自分のためにやってますね。中心は。 完全に自分のためですその自分のためが人のためになっ,てな,なってればいいんじゃないかなっていうことですね。うん。お客さんの質問に対して回答する、悩みに対して回答する、全部自分のためですね。全部自分の売り上げを上げるためです。100%言い切りますね。うん。で、そういうふうな中心があるんで、できますね。 他人ののたためめじゃなくて自分のためにやってますうんそうまあこの久保さんとのやりとりも自分のためですね自分に負けたくないですねまあ久保さんに負けたくないっていうのはもちろんあるんだけど自分に負けたくないっていうねうんそうまあ自分に負けなければこのリレーは続けられるし自分に負けたら なん,だなんだろうな久保さんに負けるというよりかは自分に負けるとこのリレーが終わるんですよね単純に。めんどくさいっていう自分に負けるとかね。うんか。返すの。なんで返さないといけないのとかな。なんだろうななんか自分の感情に負けたら多分返さないでしょうね。うん。まあでも感情はもうないレベルですけどね。このやりとりに関しては。別にまあ来たら。 来たから雨が降ったからか雨が降っ,たら降ってるから傘を差すっていうやり取りなので特にあんまないんですけどうんうんまあ自分の,その中心っていうのはどうにあるのかっていうのはまあ与沢さんがねセンターピンってよく言葉でねセンターピンセンターピンってよく言ってましたけどまあ念じるっていうのは与沢風に言うならセンターピンなんじゃないですかね念。ね どこ,のどこにセンターピンを置くのかっていうこれ結構本当大事だと思いますよね僕はまあ自分のためにやるで手段としては情報ビジネスをセンターピンを置くってことですね自分のために情報ビジネス、えー、をやると、うん、手段は情報ビジネス情報を発信する情報を扱うまあここがブレないですねなぜブレないかっていうと一番儲かるからですね で、ビジネスは何のためにやるのか、儲けないといけないと。儲けが出ないといけないと。うん、儲けを、儲けをこう、出さないんだるならばビジネスじゃないので。うん。いや、儲けることが悪いことです。じゃあ、ボランティアやってくださいっていう。お客さんからお金1円もらわず、なんかやってくださいっていう。まあ、今、広告収入っていうのもあるので、 お客さんからダイレクト課金しなくても広告収入っていう方法もありますからねまあそれはそれでいいと思いますしだ僕はまあ通販自分で商品売ってるので売って利益を上げるってことをやってるのでだ売って利益を上げるっていう中では一番儲かるのは情報ビジネスじゃないですかコンテンツビジネスが一番何かを売って利益率が高い儲けの割合が高いのはあれだと思いますけど 情報ビジネスしかないいと思いますねだからそれもビジネスの中心に何を置くかっていう一番中心はその儲かるそのが高いっていうのを基準に選んでるので利益率が非常に高いとだホリエモン4原則でもね利益率が高い在初,初期費用が少ない在庫を持たない利益率が高い、えー、サブスク 毎月計測課金ができるみたいな4元素がありましたけどね。まあ、全部そこにコンテンツビジネスは入ってますから。うんまあ、やめないですね。ずっと続けます。はいってらっしゃい。